これが麺近くないか？皆の者、こんばんはだな。私は究極の絶対秘人、マタラオキナ。今回は、皆から来た質問に答えていこうと思う。マタラサポートだ。ザ・フォースアローからの質問。吉田郡山城に籠城したのは宍戸元吉ではなく、高家ではないのですか？これはいい質問だな。吉田郡山城で宍戸高家が活躍した、証拠として挙げられるのが、元幸という人物が宍戸秋の神に宛てた、この書状だ。この書状では、幕府の重鎮、細川晴元が毛利元就、宍戸秋の神の武功を称えている。宍戸系図によると、宍戸元吉は天文11年に死没したと書かれており、このことから、天文10年代に活躍する宍戸秋の神は、宍戸高家のこととされていた。しかし、実際はそうではなかった。実際に宍戸高家が秋の神を名乗るのは、30年後の元亀2年からであり、吉田郡山城で活躍した宍戸秋の神は、宍戸元吉であることがわかる。系図の間違いが巡りに巡って生まれた誤解だな。続いて、山の内1530からの質問。アマゴ軍が岩見方面からではなく、備後方面から吉田郡山城へ向かわなかった理由は何か？知るか？というと身も蓋もないので、考察くらいはしてやろう。通説では、吉田郡山城の戦いには前哨戦があり、6月頃、アマゴ国久が率いる新宮党3000人が、先遣隊として備後から吉田郡山へ進行。しかし、宍戸元吉、深瀬隆兼ら、宍戸軍の決死の防衛により、アマゴ軍は備後方面からの進行を諦めた。と、されている。しかし、この戦いについて語るのは後世の軍記物のみだ。元就の謀略というおまけ付きでな。当時の備後は、山の内高道や山名忠興など、アマゴ、大内方が入り乱れている地域であり、当時も安全に秋国へと侵入できる経路ではない。また、以前に祖父アマゴ常久が、備後にて大内、毛利に敗れており、その敗戦の二の舞を演じる可能性もあった。一方で岩見は、小笠原長勝や吉川興常ら、アマゴ型黒人たちが要所を抑えており、すでに先遣隊が岩見にて戦闘を始めている。さらに撤退する際、アマゴ軍は備後ではなく岩見へと撤退している。こうした点からも、アマゴ春久は最初から、岩見方面から進行する予定だった、と思われる。ただし、この直前、末家家臣、深野房重から毛利家家裁、志地広義に対し、久野調略を命じられている形跡があり、備後方面でも何らかの駆け引きがあった可能性はある。ここら辺は資料が少なすぎるため、今後の研究次第であろうな。次は、信濃源氏からの質問。井上一族について触れないとかがっかりした。1月13日の決戦の時、毛利軍が挙げた尚成の武士の首は、63名。その中で井上一族が挙げた首は19のため、確かに井上一族は毛利軍の主力だろう。しかし、そもそもこの戦いの本筋は尼子対大内、そして毛利も隣だ。お主はモブでしかない、身の程を知るがよい。さて、最後の質問だ。尼子、出雲からの質問。私はどうしたら勝てたのでしょうか？まあ今回は残念な結果に終わったな。こういった場合、通常は元就の謀略や、尼子春久の無能さを挙げるのが大半であろう。しかし、そんなものは実中八九、後出し孔明か孔成の創作でしかない。そもそも最終決戦で末が負けていれば、春久に誘い出された無能の末高房と、情勢が読めなかった毛利何がし、となり、春久の方が暴進と呼ばれていたであろうな。合戦や人物の評価というのは基本、その結果からの逆算でしかない。まあ、強いて負けた理由を挙げるのであれば、ここら辺が該当するかもしれぬな。お主にも勝ちの目はあったであろうが、その前に今一度、外ではなく内を見るがよい。お主はパッと見優秀ゆえ、そこに気づけるであろう。ということで、質問は以上だ。それでは皆の者、次回も会おう。さらばだー。